十条の体、まだ万全ではあるまい。これで少しは時間が稼げるだろう。そっか、ゆかり様、日和ちゃんのために屋上の床壊してくれたんだ。私のために。よかった、間に合った。お、みんな無事だったんですね、ヒヨヨン。ねえねえ、どの面下げて帰ってきやがるんだか。胸は薄い分、面の皮が厚いな。でも、カオルが一番心配してた。言うなよバカ。痛い。その心配をかけた、すまん、ありがとう。二人とも無事か。はい、ありがとうございました。でも追いかけてきませんね、タギツ姫。タキリ姫と一木島姫を吸収した以上、私など眼中にないのだろう。ちょうどいい、少し休ませてもらうとしよう。おい、エターナル、受け取れ。これはチョコミントクッキー。カオルちゃん、ヒヨリちゃんのために？用意してたわけじゃないぞ。失敬したんだ、そこから。そこってこのビルのオフィスの置き菓子？でも失敬って。今は緊急事態だ。少しくらい多めに見てもらえるだろう。泥棒は良くない。ちょっと待っていろ、私が一筆書いてやる。なになに？請求は後日、折り紙ゆかりまでですか。これで遠慮なく食えるな。にしても最近の置き菓子は充実してるな。チョコにクッキーにグミに飴、せんべいもあるぞ。腹が減っては戦はできぬです。たくさん食べて英気を養いましょう。折り紙ゆかり、チョコミントクッキー一つどうだ。ああ、いや、私は。まさか歯磨き粉の味がするなんてセンスのないことは言わないよな。なら一ついただこう。うん、変わった味だな。はあ、どこも変わってないだろう。なんだその微妙な苦笑いは。どうする、トジたちよ、我に再び挑むか、このまま写し世と共に隔離世に飲まれるか。いずれにせよ時間はないぞ。すぐに救護班が来る。あと少しの辛抱だ。みなさん、無理に喋るな。言いたいことは後で聞く。ヨミさんを外に運び出しておいた方がいいかもしれませんわね。マキさん、ヨミさんを任せて構いませんか。ああ。高津学長も一緒に来てください。私にはもう行き場などない。ここで死ぬおつもりですか。ふざけないでください。命を懸けてあなたを守ろうとしたヨミさんの思いを無下にしないでください。こんな時にまで新玉が。鈴鹿お姉さんは、カツのおばちゃんをここから引きずり出して、
私が一人で片付けるから。なんとか無事脱出できましたわね。私を助けたつもりか。図に乗るな。高津学長、あなたの言いたいことも後で聞くことにします。今はそんな時ではないので。あ、見て、救護班の車。これでひとまず安心だな。鈴鹿、夢、僕たちは引き続き荒玉討伐を続けるぞ。え、闇お姉さんと一緒に行かないの？治療に関して僕たちにできることはない。黄泉のことは救護班に任せて、今は僕たちにしかできないことをやるべきだ。分かった。黄泉お姉さんのこと心配だけど、私にできることをやる。高津学長、救護班への助言をお願いします。黄泉さんの体のことも誰よりあなたがご存知のはずですから。黄泉さんは命を懸けてあなたを守った。それくらいの義理はあるはずです。トジの命を守るのは学長の当然の責務。よろしくお願いします、高津学長。あら、車から救護班と一緒にトジが降りてきましたわよ。彼女は確か救護の必要な可愛いトジの皆さん、集まってください。って、あれ、マニワ学長とソーラク学長に電話がつながりました。みんなよく聞いてくれ。15分ほど前から隔離用の門の降下が始まった。23区に展開中の特別祭祀機動隊を含む全警察官及び自衛隊には退避命令が出されたところだ。空が落ちてくる。あれが落ちてきたらどうなるんですか？サーナ。サーナって。正直どれほどの被害が出るか想像もつかない。そんな。そう責めないでくれないか。グランパ？君たちには申し訳ないが、本当に何もわからないんだよ。何せレーザーをはじめあらゆる周波数の電波や音響、どのような手段を用いてもあれの向こうがどうなっているのか全く観測できないんだからね。ま、観測できないって事実からおのずと結論は出ているけどね。何ですか、その結論というのは？あれは写し用と隔離用の境界そのものだ。では、あの向こうは？そう、隔離用だ。ギガの境界はすでに曖昧でノロが染み出しているけど、それは副次的なものに過ぎない。タギツ姫の目的は隔離用を写し用にぶつけ境界を完全に取り払うことにあるんだろう。境界を取り払う？するとどうなるんだ？隔離用というのが可能性の数だけ存在しているあまたの写し用の影を全て集めたものなんだ。全然わからん。例えるなら、僕らの住む世界が角砂糖で、隔離用は荒れ狂う海ってところかな。角砂糖と海？そう、写し用なんて簡単に溶けてなくなってしまうのさ。そして僕らの物理法則が通用しない時間も空間も不確かな混沌が訪れる。まさにこの世の終わりだ。そんじゃやっぱり切るしかないな。カオルらしいシンプルな答えですけど、
嫌いじゃありませんよ。最初からそのつもり。お前たち時間がない、行くぞ。あー、ちょっと待て。お前たち朝倉たちと合流してないのか。みほのちゃんたち、こっちに向かってるんですか。ああ、援軍として送り込んだんだが間に合わなかったか。仕方ない、自分たちの作戦に専念してくれ。江藤、小羽倉、マシコ、糸見、柳瀬、十条、そしてゆかり、お前たちに撤退命令は出さん。命じるのはタギツ姫の討伐のみ。全力をもってあのマガ神を撃ってこい。どうやら自衛隊が撤退を始めたようですね。今はそれほどの緊急事態、もう時間がないということですか。何としてもみほのちゃんをゆかり様のもとに行かせないといけないのに。ここで荒玉に囲まれるなんて、もうちょっとなのに。あと少しで金見たちに追いつけるのに。朝倉美穂の、ここは私と瀬戸内知恵に任せ。お前は。そうね、最後の力を振り絞れば美穂のちゃんの進む道を切り開けるはず。そんなのダメだよ。あんなに荒玉がいるんだよ。3人でも切り抜けられるかわからないのに、私一人で行くなんて。これは隊長命令だ。我々の任務を忘れるな。それにお姉さん命令も追加よ。みほのちゃんは必ず追いついて。二人とも。わかった、私行く。でも絶対にまた会うんだからね。約束だからね。当たり前だ、行け朝倉みほの。私と瀬戸内知恵で道を切り開く。今よみほのちゃん、行って。わかった。行ったわね。ああ、さてと。しかしさすがにこれだけの数の荒玉、二人で対処できるか。できるかどうかは関係ないわ。だって見るや、さっきみほのちゃんと約束したじゃない、絶対にまた会うって。隊長が約束破っちゃいけないでしょ。確かに隊長としてか。では何としても切り抜けねば。なんとか勝てた。でも、もう。いや、瀬戸内知恵、残念だがまだ終わりではないようだ。もう打つしも晴れず、お刀を振るう体力もない。瀬戸内知恵、お前だけでも逃げてくれ。ごめん、ミリア、私もうとっくに動けない。どうして覆いかぶさってくるの。私は隊長だ。隊員を守る義務が。絶対にまた会うって約束したくせに。だが
朝倉美穂を送り出すことができた。トジとしてもお姉さんとしても胸を張ることができるわ。瀬戸内知恵、今までありがとう。こちらこそありがとう。調査隊のみんなと出会えてとっても楽しかった。私の大事な知恵さんとミルヤさんに何してくれてるんですか！面白いユイ、どうしてここに。何言ってるんですか！知恵さんとミルヤさんのピンチなら私が駆けつけるに決まってるじゃないですか。どうやら幻覚ではないようですね。どうして2人しかいないのとか、他のみんなはどうしたのとか、いろいろ聞きたいことはありますけど、とにかくもう大丈夫です。2人ともお疲れのようですから、そこで私の勇姿を見ててください。私に惚れても知りませんよ。トジども、気合十分といった顔だな。ほう、荒玉が人と共にこの場に来ようとはな。ニンニン、荒玉よ、我と共に来ぬか。その魂の上満たされるはずぞ。おお即答とはな。人に落ちた渦潮の荒玉は人と運命を共にするか。ならばさあ、この世の終わりを共に見届けようではないか。わあ、ずいぶん人間臭いことを言うようになりましたね。滝里姫と市木島姫を取り込んだ影響かな。けど知ってるか、ラスボスってのは倒されるために存在してるんだぜ。ニンニン！そう、滅びるのはこの世界じゃない。タギツ姫、あなた絵空ごとであればな。はっ！消え！だが、これは現実だ。隙だらけです！はぁ？浅はか。まだい！たとえ七人で切りかかろうと、我に触れることさえかなわぬ。愉快な恋。ひゃー急須猫を噛むか。だが幕引きだ。ここは渦潮と隔離世の狭間だ。我々がここに取り込まれたということは、境界が地上に到達するまであと数分。その通りだ。もはや渦潮と隔離世が交わるは必定だが、決着をつけぬままお前たちを隔離世に飲ませてしまうのは
いかにも惜しい。残された時間、最後の一瞬まで堪能させてもらうぞ。真意の段階を上げた。逃がさん。待て。俺たちも行くぞ。ウィン。はい。私も。マイ。あれ、知恵さんとミルヤさんに惚れてもらえるなら、そっちの方が願ったり叶ったり。ギャン！お前は何を言っている。こんな時に。本当に空気を読まない方のようですわね。ふざけてないで真面目に戦ってよね。あなたたちは元親衛隊の。元は余計ですわ。あとは任せろ。大荒玉は僕たちが引き受ける。今からみんなに私のすごいところたっぷり見せてあげる。私も戦いますから。手ごわかったが、なんとか勝てたな。さすがは大荒玉ですわね。二人ともだらしないな。私はまだまだ戦えるのに。ユメさんは元気ですね。あれだけ荒玉と戦ってまだ余裕があるんですか。あの、本当にありがとうございました。しかし、なぜ山城ゆいが親衛隊と一緒に。救護班に任せた直後にヨミさんを迎えに来いって連絡が入ったんですよ。で、私が救護班の護衛を買って出て、そしたら親衛隊のお三方と合流して、その後お二方が大荒玉に襲われてるのを見つけて、それでこうなったわけです。ほらミルヤさん、ちゃんと私ご命令通り無茶せず生きてますよね。山城ゆい、朝倉美穂は、朝倉美穂の動向は知りませんか。美穂ちゃん、そのために知恵さんとミルヤさんは、小吹さんも清香ちゃんも、美穂ちゃんをかなみちゃんたちの元に送り届けるために。みんな何無茶してるんですか。私には無茶するなって言ったくせに。よくわかりませんわね。ああ、なぜそれほどまでして朝倉美穂のゆかり様たちの元に送り込む必要があるのか。美穂ちゃんのお刀歌手清光は大荒玉に致命傷を与えられる可能性があるんです。それはタギツ姫にすらも。刀剣類管理局保管の文献によればですが、しかし可能性のある限り試す価値はあるかと。いや、私はこの目で見た。朝倉美穂が振るう歌手清光の力を。あれは事情は分かった。夢、朝倉美穂を追ってゆかり様のもとに一緒に向かえ。できるか。もちろん。まだまだ戦えるって言ったじゃん。無理は禁物ですわよ。じゃあ私のすごいところ見せてくるね。は
消えさらに地位の段階を上げた。すまん、俺とエレンはここが限界だ。必ず勝ってください。うん、マイ、行こう。この速度の中でよく動く。まだまだ永遠の一瞬を我に楽しませろ。また地位の段階を上げた。私は大丈夫。みんなは行って。わかった、舞ちゃん、後でね。みんな無事でね。まさか三人もついてこられるとは、意外であった。いいぞ、トジども。こんなに心が躍ったのは初めてだ。哀れだな、タギツ姫。うん？気づいていないとは言わせないぞ。お前の心の奥底にある、深い孤独に。え？お前は人と融合したことで、ノロの抱える根源的な孤独を知った。ほう。人は人と交わり子をなす。そして素質や宿命を連綿と受け継いでいく。私やカナミがそうであるように。だがお前たちは違う。ノロはつながる命の輪から外れた孤独な存在だ。我らは唯一にして無二、時の呪縛をも超越している。そのような罠だ。そう、お前たちは時間を恐れない。唯一恐れているのはお刀だ。お刀で知性が保てないほどに切り刻まれてしまえば、再び融合したとしてもそれはもはやお前ではない。記憶も性質も異なる別の荒玉。命ある者が恐れる死にも等しい現象だ。死の概念がありながら命の輪から外れている。その孤独を癒したくて、いや、癒せないと分かっていて、なおお前は寂しいから、相手をしてほしいから暴れてたなんて、まるで子供。当時が何を言う。その手にしたお刀で我らを切り刻んできたお前たちが。そう、私たちにできるのはお前を切り払うことだけだ。お前を救う力などない。だから私も一緒に行ってやる。また陣位を上げて。ひよりちゃん、第四陣位。カナミ、これで陣位は第四段階。とうとう一人となったか、コガラスのトジ。もとよりそのつもりだ。そうか、では。は打てぬようだな。なら小ガラスの閉じ、
刹那の時の流れの中で打ち果たされるがいい。私のことよもや忘れたわけではあるまい。行くぞタギツ姫、共に奈落の底まで。ゆかり、今度は私の番だ。中将、私が撃ったタギツ姫を今度はお前が沈めよ。それがヒイラギの力を受け継いだお前の役目だ。ゆかり、ここまで来て力尽きたか。ゆかり、所詮お前も人だ。20年の抵抗の影響は消しがたいな。うつしを張る余裕すらなかったとは哀れだな。タギツ姫、ありがとうございますゆかり様。しかしこれはやはり私の務めです。このビルの上に金見たちが。空がどんどん地上に迫ってきてる。今どういう状況なんだろう。さっき上からものすごい音がしたけど、もうタギツ姫と戦ってるのかな。なんとか間に合って。ゲッ、またあるだな。このビル作りが複雑すぎ。エレベーターは動いてないし、瓦礫や荒玉が邪魔で通れないところもあるし、早く屋上に、金見のところに行かなきゃいけないのに。必ず行かなきゃ。金見のところに